トヨクコンは、中国の精神時代に、両性の先辟母謡部から分かれた部族。四世紀から七世紀まで、大み一体を支配して栄えたが、チベット民族のトバンに滅ぼされた。先辟族の母謡部において、大人の母謡を渡る気が死去すると、着長子の若楽が後を継いで大人となった。一方、諸長子である母謡トヨクコンは、父の代から七百戸を分け与えられていたが、 ある時、母用と欲根の馬たちが、弟の母用の馬たちに危害を加えたため、その罪で母用部から追放されてしまう。母用と欲根たちは陰山に行き着くが、栄華の乱に遭遇したため、最終的に西の老産を越えて、西霊異星の干末の境に移り住み、遊牧を始めた。母用と欲根が死ぬと、その子孫たちは子孫であると欲根の名を取って、国名とした。 トヨクコンは南北朝時代の中国王朝にしばしば朝行し、中国文化を摂取した。特に436年には北魏から鎮西大将軍、438年には南朝宋から鎮西大将軍、都督西新傘三州諸軍事、西川西州市市、老聖王を授けられ、翌年にはカナン王に改め封された。444年、 トヨクコン内部で権力闘争があり、北義軍の侵攻を受けたため、トヨクコン王の忍リノベは、宇天国に逃れて、宇天王を殺し、その地を占拠した。その後、忍リノベは古都に戻り、南朝相との関係を深め、北義としばしば交戦した。この頃、トヨクコンは、西域南道諸国も支配し、シルクロードの国際貿易を統制していた。八十一年、 要件は、シルクロードの攻撃を確保するため、保機数万を送って、クコンを攻撃し、大敗した。トヨクコン王は遠く逃れたため、隋はトヨクコンに、海儡政権を樹立した。隋の妖代も、しばしばトヨクコンに遠征軍を送り、この地域に、再開軍、川原軍などを設置した。しかし、隋末の対乱により、トヨクコンが奪回している。 唐の大操も635年に李世を大僧官とする大軍を豊く根に遠征させたため、豊く根は東西に分裂。西部は全全国を中心に土番に降り、東部は名は海にあって、唐の続国となった。唐はしばしば豊く根王に講師を降下させて、怪獣を図り、唐との関係は友好的なものがあった。663年、豊く根は、 突如、トバンの攻撃を受けて壊滅した。多くの武衆は塔に逃れ、青海に残った者は、トバンの支配下に置かれた。塔の構想はトヨクコンを復刻させるため、670年に、将軍の設置陰に5万の大軍を授けて、青海に出撃させたが、大飛川の戦いで、トバン軍に包囲され大敗した。これ以降、大海地方は、チベットの領域に組み込まれ、 唐に亡命した、豊久魂部州は、霊州で保護されたが、八世紀中央、都番軍はさらに唐の領内にも攻め込み、霊州も、また都番軍の落とし入れるところとなった。一部の豊久魂部州はさらに各地に逃れ、その勢力は見る影もなく衰退する。豊久魂の名は領頃まで、中国史料に見えるが、その後は、漢民族に吸収された。都緑魂は、遊牧を、主として生活し、 馬、牛、ラクダなどを生産した。その領場は青海春と呼ばれ、木に地佐藤育粒種として有名であった。青海の地は寒冷で農業はあまり発展しなかったが、銅や鉄を産し、鉱山や夜勤が発展した。豊久根の領土は現在の新疆南部に及び、そのキャラバン隊はシルクロードを通り中央、アジアやペルシャにまで進出、その物産を 駅州や長安にもたらした。宗教はもともとシャーマニズムであったが、後には仏教を信仰し、514年には駅州に旧層の仏寺を寄進している。文字はなく、上流階層は漢字を使用した。とよく今の夫人は、金貨で頭部を飾り、特に加蘭の夫人は、華麗な金貨館を頭に乗せていた。これは、両生の母用部に共通する風俗である。 母用とよく婚。母用渡る木の所長子吐きのべ。とよく婚の調子用のべ。吐きのべの調子。壁い、はのべの調子試練。壁いの腰ひぐま。試練の調子カラスひさげ。試練の次男受楽感。死ひぐまの調子野菜。死ひぐまの次男。忍ぶ。カラスひさげの調子忍ぶりのべ。カラスひさげの次男十虎。受落感の子戸駅公。十虎の子。覆練光。戸駅公の古物。タスク。 福蓮光の子かくつぶり、ふつ、タスクの子小り福蓮光の子よ、福、小りの子、福誠、呼ぶせの弟、小羅ガラスアママメカガン、福誠の子から土の抜け、金豆カガン、母葉順の子等へ亡命から土の抜け、金豆カガン母葉正、し、抱くかつ八の子から土の抜け、金豆カガン、母葉正しの子、母葉朝日光、母葉船長の子母葉長、 母ヒ朝日光の子、母様朝日林、母様船長の子、母様福と婚ありがとうございます。